手書きのような味わいのある線画、そしてリアリティのあるキャラクターの動き、独特の表情を持ったラストウィンドウのキャラクターアニメーションは一体どのようにして作られているのでしょうか。福岡県福岡市、制作にあたった株式会社シングを訪ね、開発者の方にお話を伺いました。今作も、前作ウィッシュルームで使用した手法であるロドスコープという手法を使ってまして、これは本来実写で人物を撮ってその動きをトレースするという、やり方ですね。これの利点というのは、人物の動きを非常にリアルに再現できるアニメーションであって、なおかつ絵本来の良さみたいなのも、プラスできるというところが、最大の利点だと思います。ではラストウィンドウにおける各キャラクターの制作過程を追って見てみましょう。脚本家の方から、まず、今回のゲームにおけるキャラクター像草案というか、まず最初 のアイデアが、あって、そのアイデアをもとに自分の方でまずラフイメージをちょっと固めていきました。それぞれのキャラクターに必要なモデルさんのまず書類選考、1キャラあたり、大体5人ぐらいですね、5人ぐらいを選んで、それにさらにオーディションという形で、モデルさんを選ばせていただいて、このキャラクターにはこの人がやっぱり一番合ってるのではないかと。実際そのオーディションの段階でもそうなんですけども、こうモデルさんというのはこう自分のラフイメージとは若干違うところもあるんで、そのモデルさんのいいところを自分のラフイメージと合成するというか合わせていくというような形で、またさらにそこからキャラクターをちょっと作り上げて実際にその撮影に入りました。このキャラクターはこういう役で、このキャラクターはこういう性格でとか、大きな身振り手振りをちょっとモデルさんに一個ずつやってもらって、聞くであったり怒るであったり、それぞれ単発単発でちょっとこうその時のその感情を表現しながら、結構大きなすごい数のテープになるんですけど、それを全部パソコンに落としていく作業から始まって、その動いてもらった中で一番いい動きをしているところを切り取る、で実作業に入るという感じですね。ここから、トレースになるんですけども、キャラクターを作っていく上でまず一つ目が、線画を起こすというところから始まります。でこれは実際のモデルさんをトレースしていきます。綺麗に実写をトレースするんではなくて、ラフな線と劇画タッチっていう形がハードボイルドの世界観に一番マッチしてるんじゃないかと。このゲームのそのトレースの仕方の最大の特徴であるというところですね。2つ目なんですけども、さらにその上に斜線を入れていきます。何本もの斜線を入れて、これはキャラクターの立体感をつけるのと同時にですね、その斜線が一定の本数であったり動きじゃないので、ざわざわ感というか非常に動いてる感が大きくなります。3つ目がですね、陰影になります。服の濃淡であったりとか顔の立体感なんかをさっきの斜線と合わせつつ濃淡をつけていくと。そうすることによって、その3つのレイヤーを重ねることによって完成していくと。一つのアニメーションを完成させることで、まず自分の方でその PC 上でその動きに、問題がないかとかおかしなところがないかを、確認します。今度はそれを DS 磁気上に出力します。ゲーム中でどう見えるかっていうのが一番重要なところですし、それが完成形になるので、大きく動きすぎてて見切れてないかとか、解像度が違うんで潰れてないかとか、左画面向かって左ですねの画面には、カイロハイドと、で、カイロハイドが、基準になります。で右画面に出てくるキャラクターの大きさサイズがカイロハイドに対して大きすぎないかとか、目線が合ってるか合ってないかとか、小さすぎないかとか、
っていうのをまたそれを PC 上に戻して修正を行って、でまたそれを DS に持っていって、で PC と DS の往復というか作業を繰り返して完成という形になります。あのお話伺っていると、そのトレスが自体の量というのは膨大な量になるかと思うんですけども、この実際の作業を取りまとめるのはかなり大変な作業だったと思うんですけど。そうですね、すごく大変な作業でした。当然自分一人でできる作業ではないですので、外部の制作会社さんにちょっとお願いをしたりとか、その中でどうしてもその、まあ、タッチの差が出てしまう。僕が描いたキャラクターの線に合わせないと全体のバランスがちょっと取れなくなってしまうので、一度その、描いていただいたものを手直しをしていったり調整をしていったりっていう作業は全部自分の方でやっていきました。まあ半年以上は、まあ、全体としてかかってるかなというところですね。想像以上に過酷で地道な作業を要するロトスコープアニメーション。そこまでして彼ら開発者を引きつけるその理由とは。学生の時に見てた海外アーティストのプロモーションビデオの映像がですね、自分にとってすごく影響があったというか、それで使われてたのがこのロトスコープの表現方法のだったんですけども、前作をやる時にですね、この表現が実は一番今自分が昔からやりたかった表現と合致するんではないかっていうのがもうピンと頭の中に浮かんだんで、どうしてもやりたいと、自分流のやり方というか自分のアレンジですることができたと思ってます。新しい世界観を作り出すためにスタッフの方々の想像力と膨大な作業を経てついに完成したラストウィンドウ。リアリティあふれる作品世界をぜひあなたの目で体験してください。